スコスのコミュニティの育て方、高森さん、よろしくお願いいたします。はい、では、前夜祭の最後のセッションですが、前夜祭はこれができるのがいいですね。8月20日なんですよ、今日。はい、ですね、今日は今日はですね、オープンソースソフトウェアの話をちょっとしようと思います。オープンソースソフトウェアの話をするんですけど、主題の前にですね、ちょっと軽く自己紹介しますけど、高森聡と言います。いろいろソフトウェアを書いていて、さっきステッカー配りましたけど、フレント D のコアコミッターをやっていたりとか、ちょっと忙しくて最近コミットが滞ってるんですけど、ノリクラというソフトウェアを作っていたりとか、ノリクラというソフトウェアはウェブディフェレスに、記事が載ってたのでみんな買うといいと思います。新しいやつですね。で、最近はメッセージパック Ruby のメンテナーとかやったりします。C パンモジュールでいうと、Hadoop 周りのいくつかとかを、出していたりとか、UCI っていう、ユーザーエージェントの、パーサーライブラリとかをですね、作っていたりとかします。最近は、ちょっとどっかに辛い思いしながらコードコミットしたりしました。最近は、今はちょっと取り調べたという会社で働いていまして、一つだけ大事なことを言いますと、優秀なプログラミングをハイアリングしてますので、興味があったら声をかけてください。で、最近ちょっとロゴが変わりまして、この形をずっと見ていると何かの宝石に似ている。ちょっとイエットアナザーパールカンファレンスなんて何の宝石に似てるかちょっと申し上げられませんが、何かの宝石に似てるですけど、ちょっと確認してないんですけど、ちょっとハートの形も似てるんで、こんな形で使ったり社内では最近してます。で、ということで、データ処理とかのところにいるんですけれども、データ処理っていうのは、データ処理そのものが競争の源泉であって、ソフトウェアそのものが競争の源泉になることはあまりないので、そういうわけで我々は使っているソフトウェアをかなりオープンソースソフトウェアとして、公開をしています。なので、そういうわけで、今この話を私がしているということになります。で、全然違う話なんですけど、イスコンというやつがありまして、イスコン知ってる人、はーい。うわ、すげえ上がりました、ありがとうございます。なんかウェブアプリケーションの就任コンテストなんですけれども、予選が1ヶ月後にあって、キャッシュがそのさらに1ヶ月後にあって、僕が出題をやることになっているので、皆さんよければ、参加してみてください。多分面白くなると思います。はい。で、オープンソースウェアの話を、こういう感じのトピックに関してします。読まなくていいです、後で出てきますから。で、ただしオープンソースソフトウェアを、開発してメンテナンスするっていうところに関してはすごくいろいろなトピックがあって、しかもオープンソースソフトウェアっていうのは、公開しているだけではメンテナンスは行われないんですね。なので、それを、きちんとメンテナンスをして、きちんと使える状態を保とうというためには何が必要なのかっていう話を今からします。はい。で、オープンソースソフトウェアっていうのは基本的に、この3つのものを常に求めているというふうに私は思っています。それは、より多くのユーザーと、より多くのユースケースと、より多くのコントリビューションです。コントリビューションというのは、イシューの報告であったりとか、プルリクエスト、ソースコードの、登録、機構であったりとか、そういうものも含みますけれども、要するにユーザーとユースケースとコントリビューションを求めています。で、それは何なのか、なぜなのか、なぜそうした方が良いのかっていう話が、続いてくるんですけれども、これがなぜ、そういうふうになっているかっていうのは、なぜそもそもそのソフトウェアがオープンソースソフトウェアなのかっていうところに関係してきます。で、なぜそのソフトウェア、皆さんオープンソースソフトウェアを開発して公開している人も多いと思いますけれども、そうだ、皆さんオープンソースソフトウェアを OSD、オープンソースソフトウェア的なライセンスのもとに、例えば GitHub などどこでもいいですけれどもに公開しているという人はちょっと手を挙げてみてもらえますか。結構いますね。3分の1ぐらいはいますね。ありがとうございます。で、オープンソフトウェアを、じゃあそれはなぜそのために、公開しているのかっていうことがすごく大事な話です。で、世の中には結構いろいろな種類のオープンソースソフトウェアがあって、それは別にライセンスとしてはオープンソースソフトウェアのライセンスの、元にですね、ライセンスされて公開されているわけですけれども、じゃあそもそも目的が異なるっていうケースが結構あるんですね。で、それは、典型的には一つはインターナルなプロダクト、社内で使うためのプロダクトを作ったんだけれども、それをちょっくらオープンソースとして公開してみようと。で、別にオープンソースソフトウェアとして、外の人と協調するつもりは全くないというケースもあります。つまり社内で使っているソフトウェアをフォークして、社内事情を有する行動を全部除去して無害なものとして公開するというケースですね。それが一番上に書いてある OSS バージョンオブインターナルプロダクトというものです。そうではなくて、普通に最初からオープンソースソフトウェアとして作ったというケースももちろんあります。そっちの方が多分多いと思います。で、それもいろいろ用途がありまして、一つは
もうそもそもその OSS のバージョンを内部で使うんだけれども、プラス外部からコントリビューションが来ればいいなというくらいのケース。もう一つは内部で使うんだけれども、もちろん外部でもきちんと使ってほしい、外部からのコントリビューションもきちんと受け付けるというケース。もう一つはそもそも外に向かって広めたい、ただしもちろん我々は内部でも使っているというケース。最終的には我々は内部で使うことに興味はなくって、そのオープンソースソフトウェアを外で広める、世界中で広めることが全ての目標だというケース、これらですね。でこれは何を変え、この4つの違いが何を変えるかっていうと、外部からのコントリビューションに対する態度をこれは変えます。で何がこの、オープンソースソフトウェアの目的というものに依存しているかっていうと、コアディベロッパー、つまりそのソフトウェアを中心として開発する人は一体どういう、メンツになるのか、一体どういうメンバーになるのかっていうものにすごく大きな影響を与えますし、外部から来たコントリビューションをどうやって扱うかというものにも大きな影響を与えます。また、そのソフトウェアを将来的にどうやってメンテナンスするかっていうものにも影響を与えますね。ちょっとここにアンチポさんのちょっと写真ムービーが出てくるとちょっとあれが悪いですで、に影響を与えます。で、これらの3つっていうのは結構大事なことで、外のいわゆる一般のオープンソースソフトウェアに我々がコントリビューションをするときに、それがどういう重さを持って扱われるかっていうことに影響を与えるということなんですね、逆に言うと。なので、そのソフトウェアのオープンソースソフトウェアとしての目的が何なのかっていうのは結構重要です。で、その次にですね、その、オープンソースソフトウェアの周りにあるコミュニティというものを、そうですね、そのオープンソフトウェアの、周りにあるコミュニティというものに対して何が大事かっていう話ですけれども、一つはオープンな、開発者のチームです。オープンな開発者のチームということは、つまり、密室で開発方針が決まらないということですね。さっきちょっと柴田さんがなんか、海外から見ると CLB はなんか日本人が日本語で相談して決めやがってけしからんみたいなことを海外の人は思っているっていう話がありましたけど、それはまさにその一つで、いや Ruby がそうかどうか言ってませんよ、海外から見てそういう印象があるというのが問題だという話です。でもう一つはオープンスペース、コントリビューションをするときに自分たちが書いたバッジがどういう段階をたどって受け入れられるのかということは、これも、すごく重要なことで、あなたの書いたパッチはこういうレビューを通ってこうやれば本体にマージされますよっていうことが明らかだということはすごく大事なことです。もう一つは、会社による支援。これは、日本国内に関して言うと実はあまり意識されていないんですけれども、海外に行ってのカンファレンスとかに行くと結構よく言われていて、このソフトウェアはこういう会社が講演をしていて、この会社に、コアのデベロッパーが何人もいて、彼らフルタイムで雇われているから安心だということが言われることが結構あります。さて、じゃあですね、あとこれはまた違う、話題なんですけれども、そのオープンソースソフトウェアが何の言語で書かれているかっていうのも、そのオープンソースソフトウェアに結構、いや、行き先にですね、結構いろんな影響を与えます。まあ、世の中にはいろんな言語があって、これを言ってると多分時間がなくなるので言いませんけれども、いろいろあります。で、例えば、一回その言語は、そのオープンソースソフトウェアのツールをパールで書いてしまうと、なんか関数型が大好きになるスカラ好きの人たちはですね、見向きもしなくなるわけですね。いやー。あ、すいません。これは完全にあれ、偏見が入ってるんですけれども、まあまあ、そういう傾向が僕の知り合いの中では多いという感じです。で、まあ、その他に、データ処理のシステムっていうのは、基本的に JVM に支配されているので、JVM 上で動かない言語っていうのは見向きしてくれません。というような、問題もあります。なので、そのオープンソースソフトウェアは何の言語で書くかっていうのは、そのオープンソースソフトウェアがどうやって広がっていくかということに対して、すごく大きな影響を後々与えます。さて、その次にですね、バージョニングの話です。バージョニングっていうのは結構もういろいろあって、そのバージョンは果たして今不安定な、アンステーブルなのかステーブルなのかっていうことが、バージョンを見ると、なんかいろいろわかりますねっていうことはあります。例えば、パッチバージョンがゼロのソフトウェア使わないっていうポリシーを持っている人は結構いると思いますし、メジャーバージョンがゼロのものっていうのは、いわゆるセマンティックバージョニングの下で言うと、ゼロは常にアンダーコンストラクションなので、いつでも API 互換性が壊される危険性がありますと、はっきり書いてあります。なので、バージョン 1.0 以上の、バージョンをきちんとつけるかどうかで、そのバージョンは、パッチナンバーがきちんと上がっているかどうかっていうのは、外の人がそのソフトウェアを評価するときにすごく重要な指標になります。で、まあ、例えばですね、パールみたいに結構高度な空気読みが必要な、言語系の言語のモジュール環境は結構きつくって、例えばなんか宮川っていう人がですね 0.99 ふにゃ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 みたいなソフトウェアを結構作るんですけど、なかなか1にしないんですね。で、みんな大体なんか宮川っていう人が書いてるソフトウェアだし 0.99 でも大丈夫だろうみたいな感じで使うんですけど、これは他の言語の人たちにはすごく分かりにくいっていう問題があります。で、その他にですね、自然言語の問題ですね。これもやっぱりすごく重要な話で、基本的に常に英語を使いましょうっていう話です。で、
そのソフトウェアに関係してインターネット上に残る、会話やり取りに関しては全て英語を使った方が基本的には良い、いや基本的にっていうか絶対的に良いです。でコードの、コミット、あるいはコードのコメント、あるいはコミットコメント、あるいはイシュープルリクエスト、メーリングリスト、あとソフトウェアのデザインシートや設計に関するメモですね、全て英語で残しましょう。なぜこういうことを言うかというと、例えば皆さんがですねワールドワイドに展開するソフトウェアを書きたくなったとします。でワールドワイドで展開するということはつまりロシア語を扱うということなんですけれど、ロシア語を扱うときにですね、なんかロシア語のときにちょっと困る問題があるから、これこれこういう文字を使おうと思って使うんですけど、なんかバグってる、困ったと思って調べると GitHub のプロリクエストでこういうのが見つかるわけです。ロシア語わからんでですね、これは笑い事じゃなくて、皆さんが日本語でプロリクエストをやり取りするときにこういう問題がよその国の人に起きているということです。ですよ、これを見た瞬間に使う気がなくなるわけですね。ということで皆さん英語でやり取りをしましょう。割と真剣に、日本語で来たイシューもしくはプルリクエストは却下するぐらいの勢いでやってもいいと思います。僕のケースで言うと、イシューに関して言うと、日本語で来たものは僕の最初のコメントでそれを英訳して載せて、でそれに対しての回答はということを英語で書きます。結構重要な問題です。はい、もう一つですね、すいません、もう一つじゃなくて、つまり英語を使うということは、我々は世界中のどこにいるあなたのコント、どこにでもいるあなたのコントリビューションを排斥しません、受け入れますということを表明するということです。英語を使いましょう。はぁ、いや結構ですね、20分、最初30分のつもりずっと続けてたんで、最後10分、お質疑応ですよって言われて、はいっていう感じですね。はい、あ、これはこの間ベルリン、暗くて見えないですね。ベルリンに行った時のビール画像こぞとばかりに載ってるんですけど、はあ、まあいいや。今ここまで来ましたね。ですね、はい。で次ですけれども、だっけ。あ、そう。コミュニティを作るためにはどうすればよいかっていう話ですね。ソフトウェアっていうのは作って公開しても使うだけだとあんまり環境コミュニティというものはできません。なんでかっていうと。まあ、物によるんですけど、使ってですね、これいまいち使えないなとか使えそうなんだけど微妙に動かねえなみたいなやつは結構反応が来るんですね。でそうじゃなくて、すごい使えそうなものをうっかりなんか何の問題もなく明快に使えるようにしてしまうと全く反応がなくてですねこのソフトウェアって使ってる人いるのかなみたいな辛い思いをする羽目になります。たまに誰かがなんかこのソフトウェア素晴らしいみたいなことをプレゼンテーションで発表してツイッターにそれが流れてくるのを見ると、僕は大体こう感激の涙を流してるんですけれども、裏でこっそりですね。まあですね、ソフトウェアをいいソフトウェアを作るっていう、作ってメンテナンスするっていうのは、孤独だとちょっと辛いんですね。なのでコミュニティっていうものができるっていうのは、良いメンテナンスが高頻度で行われるための必須条件の一つだと僕は思います。でそのためにですね、何が必要かっていうと、コントリビューションに対してオープンであること。コントリビューションというのはさっきも言いましたけど、イシューも含めてです。で、プルリクエストはもちろん、パッチはオープンソースソフトウェアですから欲しいんですけれども、イシューというのはユースケースだとか、誰がどういうソフトウェアの目的で使っているのかとか、あるいはそのソフトウェアのユースケースを広げる目的で必要なんですね。なので、コントリビューションに対してオープンであるというのは、そのソフトウェアに関わってくれる人を増やす上で極めて重要です。もう一つは、そのソフトウェアはステーブルであってかつメンテナンスされているということを常に示すということです。でこれは実は結構難しいんですね。安定してるとぶっちゃけ手を入れる場所がなくなるので、あの1年間コミットがないみたいになっちゃうことが仮に、まあ、たまにあるんですけど、どういう形で、示すのが一番簡単かっていうと、例えばツイッターとかメーリングリストを作っていればメーリングリストに投稿した人に返答するのが一番簡単です。でメーリングリストを作ってメンテナンスするのはものすごく大変なので、僕もやってないんですけれども、例えばイシューが来たりとか、ツイッターで何か、言及があった時にその言及が返答を要するようなものであればそれに返信をするというようなものが、基本的には方針としては一番簡単です。で、もちろんプルリクエストが来た時にきちんと対応するということですね。僕も結構1ヶ月とか放置しちゃってて大変申し訳ないと思うんですけど、そういうのも必要です。でもう一つは、世界中の人と英語でコミュニケートをする。これは単純にコミュニティを作る上で言うと、人数を増やした方が圧倒的に得だからです。でコントリビュートをしてくれる人というのは一定の割合でしかどうやってもいません。なので、日本人の中で、コントリビュートしてくれる人を、募ってコミュニティを作るよりも、世界中の人の中で、コントリビュートしてくれる人を募ってコミュニティを作った方がはるかに簡単です。ということで、英語でコミュニケーションを取りましょうというのが、コミュニティを作るための、基本的な方法ということになります。でもう一つはですね、
ソフトウェアの特性によってコミュニティを作りやすい作りにくいっていう問題がやっぱりあります。で、簡単なライブラリに関して言うと、使い方だけなので、まあ使うだけだよねっていう感じでコミュニティも何もない、減ったくれもないんですけれど、ソフトウェアがプラガブルであること、あるいはモジュールという機構を有していることというのは、実は、コミュニティを作るために非常に重要で、なぜかっていうと、その、モジュールを作る、プラグインを作るということは、そのソフトウェアのユーザーがデベロッパーコミュニティの性質を帯びるということですね。ユーザー、一般的に言ってデベロッパーコミュニティ、ユーザーコミュニティよりもデベロッパーコミュニティの方がはるかに反応が良いし、はるかにそのソフトウェアに対するコントリビューションの質も頻度も良いです。なので、ソフトウェアをプラガブルにするモジュール機構を入れるというのは、そのソフトウェアの周りにコミュニティを作る上ですごく重要です。で、まあ、パッと考えてみると、実は、いろいろ、成功しているソフトウェアというのは、何かしらの、プラグイン機構あるいはモジュール機構というものを持っていて、Apache の HTTP もそうですし、NGX もそうですし、NX もそうですし、PostFix もそうですし、あるいは Emacs や Vimeo、Eclipse や IntelliJ IDEA なんかもそうですし、あるいはプラガーや僕がソフトウェアの、コミッターをやっているフレント D なんかもそうです。このユーザーコミュニティという性質からデベロッパーコミュニティとしての参加、という、質の転換というのは、コミュニティを活性化するために極めて有効なので、もし皆さんがソフトウェアを作るときに何か、拡張可能な機能があればそれをプラガブルにするというのは非常に重要なことです。はい、あとですね、これは全然違う話なんですけど、有名人というのがいまして、困ったことにいまして、有名人が何かソフトウェアを作る、有名人っていうか、単純に人でもなくて、例えば Facebook の人がなんかこれこれこういうソフトウェアを作りましたみたいなことを言うと、みんなこぞってこう記事とかに取り上げるわけですね。それを見ると我々こう1階のオープンソースソフトウェア開発者は、クソ、やつらが書いたソフトウェアなぜあんなに有名になるのに我々のソフトウェアはこんなに数飛ばすなのだみたいな思いを抱くわけです。なんかあったんですよまあそういうこともあるんだけど、それを気にしてるとですね、話が進まないので考えるなというのが一つと、もう一つはそれはそれで実はやっぱり理由はあって、名前の知られている会社っていうのはやっぱり良いユースケースと良い性能、高い性能に対する耐性とかを持っているわけですね。あるいは、我々が、普段必要としていなかった問題に対する回答を表したソフトウェアだということもあります。そういった良いポイントがあるから実際には広まっているわけで、単純になんか有名人とか有名な、ソフトウェア、有名な会社が作った OSS だから広まっているというわけではない。みんなそこまでアホではないので、ということで、そういう、ことをですね、気にすることもまああると思う、僕だけですかね。いや、あると思うんですよね、多分あると思うんですけど、それを気にしてはいけないという話です。はい、で、ですね、良いオープンソースソフトウェアとしてじゃあ何をすれば良いのかっていう話なんですけれども、誰しもその普通のオープンソースソフトウェアがいきなりそんな世の中で、超使われるようなソフトウェアを作るっていうことはまあないと思います、ぶっちゃけ。で、それに成功した例は、僕の中ではちょっと一つだけあるのが厄介なんですけど、一つだけしかありません。なので、最初からそんなみんなが使ってくれる素晴らしいソフトウェアを作るってことはできないんですね。ただし、さっきから僕が言っているんですけれども、メンテナンスをする、このソフトウェアがアンダーメンテナンスであるっていうことを示すっていうのはすごく大事なことで、なので、コンティニアスなインプルーブメント、つまり、持続的に改善、開発と改善をやる。これを続けなければ、良いオープンソースソフトウェアのプロダクトというのは作れないということをきちんと考えておきましょうということです。なので、唯一の方法、良いオープンソースソフトウェアの開発者として生きる唯一の方法というのは、開発をするメンテナンスをして、その開発とメンテナンスを続けましょうということです。はい、だいぶ駆け足になりましたが以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。最後の方から質問ありましたら受け付けたいと思います。質問ある方、挙手をお願いします。完璧なプレゼンの質問なので、やっぱりコントリビューションとかイシューとかを寄せるためには多少出来が悪い状態で出した方がいいってことありますかね難しい問題ですね。
僕がコントリビューションを受けるときにどうかっていうのはちょっと多分客観的に言えないので置いておきますと、僕がパッチを投げるあるいは一周報告するっていうケースに関して言うと、出来が悪い方が良いっていうケースは多分ないと思います。でもちろんオープン、コントリビュートしたまあ、パッチを投げた時とかあるいは一周報告した時に報告の仕方がいいか悪いかっていう問題はあります。ありますが、それを報告をした時にきちんとしたレビューあるいは修正あるいはアドバイスが受けられるかどうかは、そのパッチの品質によるというよりはそのコントリビュートした先のオープンソースソフトウェアプロダクトのコアチームがどのように作られたか、つまりお互いにきちんとレビューをしてお互いにコントリビューションを大事にして、ただしソースコードソフトウェアの品質を高く保つことが大事だという共通認識ができているチームはきちんとしたレビューをやってきちんとした修正のアドバイスをして、でその上できちんとそのパッチをマージするということをやってくれるというように僕の中では思います。なので別にわざと悪くすると悪い品質のコントリビューションをするという必要がなくってきちんとできる範囲のことをやればいいと思いますが、まあ完璧なものを送らないといけないというわけでももちろんないので、レビューと修正のステップっていうのは完璧でないものが来るということを前提にした上でそういうステップがあるということですから、単に自分にできる範囲のことをやってコントリビュートをすればいいんじゃないかなと僕は思います。今の話にちょっと似てるんですけど、どうしてもそのコンテキストを理解している方がバッジをクリアするとか、そのこっちの方のバッジをちょっと取り込みやすいみたいな、そういうなんかどうしても人間的な感情的なものが OSS の入り込みやすいと思うんですけど、そういうのを解除するというか、その点の改善のためにどういう工夫があるのか、努力があるかみたいなところをお話ししたいなと思います、ね。難しい話ですね。まあ、一般論で言うのはちょっと多分難しいと思うので、僕実例をちょっとお話しますと、僕今ちょっとメッセージパック Ruby っていう、まあ、ちょっと Ruby で書かれたソフトウェアなんですね。Ruby で書かれた内容シーンなんですけど、メンテナーをやってるんですが、そこにちょっとある大きい機能を入れたいっていう話が、この間ありました。でそれをじゃあどうやって入れようかっていう話をした時に、まあ、これこういう API でこういう API で作れればいいよねっていうところまでは一周で普通にオープンでやってたんですね。そこにあるちょっと国の人がなんかやる気満々で、じゃあちょっと俺がちょっと作ってみるからみたいなことを言って、そうかそうかと思ったんですけど、ちょっとやってきたプロリクエストがものすごくゴテゴテしたやつで、ブッっていうちょっとデザインがソースコードが なんていうかですね、ソースコードに対する認識が違うみたいな感じで、いっぱい書くといいみたいな感じになってて、それを見てうって思ったんですね僕は。でそういう時にちょっとどうするかっていう話で、そういう時にもちろんそのソースコードのそのパッチの開発者に対して、これこれこういう理由でこのソフトウェアはこういうふうにできる限り薄い実装を求めているので、できる限り薄い実装にしてこういうことでしたのがちょっとやめてこういう形に書き直してくれないかっていうことはできます、もちろん。でいうことはできるんですけれども、そのオープンソースソフトウェアのメンテナンスっていうのはやっぱり時間が無限にあるわけではないので、我々もできる限りその少ないコストで、ありうべきソフトウェアの形を目指したいと思ってます。で、それを見た時にじゃあどうした方がいいかなって考えたら、自分で書くかしょうがないからみたいな判断をしてしまうこともあります、正直に言って。でそれは、ケースバイケースなので、もちろんそういうきちんとしたっていうのもあれですけど、ファットな実装の方が喜ばれるケースもあると思いますから、コントリビュート先のソフトウェアによるとしか、正直に言って言いようがありません。で、受け取った人がどう対応するかも、場合場合によると思うので、まあコントリビュートする側として、心に留めておいた方がいいと思うのは、別に彼らはあなたのパッチを却下したからといってあなたに悪意があるわけではないということですね。そのソフトウェアにとって一番良い形は何なのかということを考えてやったことだと思うので、もしあなたがそのソフトウェアのユーザーであるのならそれを受け入れてほしい。で、その次も、何かあったらコントリビュートをしてほしいというのが僕の考えていることです。はい、ありがとうございます。もう一方を手を挙げていただくかお願いします。今少し具体例が出ました。
ども、もう少し具体的なお話を伺いたいと思いまして、そうですね、一番悲しかったこととか、嬉しかったこととか、あるいは、なんでもいいですけど、印象に残ったこと、何か具体例があれば。悲しかったことに関して言うと、最近ですね、僕はスライドの前の方にちょっと書きましたけど、ドッカーにですね、ドッカーのログを、ドッカーのログって前はプレーンテキストファイルに JSON で書かれるしかなかったんですね。で、それをドライバー形式にしてくれ、ドライバー形式にするっていう機能がドッカーの 1.6 で入ったんで、よっしゃ、これはフレート D にログを流す機構をドッカーにぶち込むチャンスだと思って、ドライバーを書いたんですよ。まずドライバーを書いたんですけど、書いたら、なんか、そもそもこのドライバーの API がいけてないよね、みたいな話が、Docker のコア API の開発者の間で始まっちゃって、僕が書いて、その時点で僕が書いたドライバーがまず動かなくなったんですね。で、API が変わった後、既存のドライバーはもちろんコアチームが対応したんですけれども、僕のやつをリベースして、書き直してやってると、今度は、この依存ライブラリがちょっとでかすぎねみたいなことを言われて、そう言われてもなとか思いながら、でかすぎねっていうのは、依存ライブラリって Docker の場合は、全依存ライブラリをソースコードツリーの中に全部ぶち込むんですね。で、でかすぎねって言われてもな、みたいなことを思いながら、こう書き直して、ちょっとなんか確かに僕も思ったんで、もうちょっと薄いやつに依存するように書き直して、全部書き直したら、その間にですね、今度は、俺がやっている間に、別のソフトウェアにログを流すやつがしれーっとマージされて、で俺の書いたプロリクエストはまだなんかお前のソフトウェアにはドキュメントが足りないみたいなことやる。そうかと思ったんだけど、お前今マージしたドキュメントねえじゃねえかみたいな感じでとかあって、そういう辛いことがあって、これでついにマージされるに違いないと思ったら、なんか突然現れた人が、ところで我々ちょっとハシコープのプロダクトをマージすることにしたんだけど、ハシコープのライブラリがなんかあなたの使ってるやつよりちょっともうちょっと別のやつ使ってるんで、こっちに依存変えることできないみたいなことで、ちょっといい加減にしろよみたいな感じで、いやちょっと無理だわみたいなこと言ったら、最終的にマージされてよかったよかったっていうことがあったんですけど、もうなんかですね、何回心が折れそうになったかみたいなことが実際あるわけですね。で、ドキュメント、ただマージするっていう、その、プルリクエストをマージするっていうのはやっぱりその相手の都合があるんですね。なので、多分何か都合があったんだと思うんですよ。と思わないとやってられないんですけど、あったんだと思うんですね。なので、そういうこともあるよねと思って、最終的に回されて見えてしまったし、みたいな、ことはありました。これがなんか大変生々しい最近の OSS 的な経験ですね。答えになってるかどうかちょっと分かんないですけど、なんかそういう思いをもちろん僕もしてます。で、パッチを受ける人もしてるだろうなと思いながら、日々コードを書いてますっていうことですね。はい、ありがとうございます。こちらで表記されてる方いる、はい、あ、すいません、ごめんなさい。で、質問で、いよいよ OSS の開発をいよいよソフトウェアの設計っていうものに緊急関係はあると思いますが、その聞いて、森さんの声に聞いてて、その開発の活発さを上げるというところと、そのソフトウェアの小さく完成された構造を作るというところには、構造的な緊急関係があると思っていて、例えばソフトウェアの設計というのは、例えば小さな環境で、分割されたものが有利設計されて、つまりそれがバージョン 1.0 で、完成してしまって、開発は、完結してしまうと、リターン的にはあまり活発でないように見えるというところで、やっぱりだいぶ長期でいけないので、そうすると、OSS として活発で開発していくということは、機能をやたらにすごく、つまり機能を追加していってしまうバイアスが働いたりすると、そこらの設計のダメージを与えてくれたと思うというところに対して、なんて質問になってないんですけど、何か良い回があると思いますかの手前までだったらその通りだと思いますと言われてるんですけど、このスライドを出した時にちょっと言ったんですけど、多くのオープンソースソフトウェアは、多くのユーザーとより多くのユースケースとより多くのコントリビューションを求めていますって言いました。で、これは、その質問の中にあったうちの一つの、コントリビューションあるいはメンテナンスを活発にしてそのソフトウェアを生きながらせるという焦点に絞って言うと正しいことです。ただし、
おっしゃった通り、その単機能のライブラ、仮になんか単機能のライブラリだとか、あるいは、特定の機能に、の目的、特定の機能の実装に集中した、小さい美しいツールというものをオープンソースソフトウェアとして作るという面で考えると、これらの要素というのは、必然的にソースコードの量、あるいは、設計の複雑さ、あるいは、そのソースコードの統一性というものを失わせる結果に必ずなります。で、そこに、良い解があるかというと、正直に言って僕もちょっと分かりません。例えば僕がコミットやっているフレント D というソフトウェアは設計としてはかなり小さい、単純なツールですし、ソースコードも、最初にリリースされた時点では、テストコードを除くと2000行程度のすごく小さいツールでした。ただし最近は、さまざまなユースケースを取り込むために、かなりソースコードの行数は増えていると思います。でそれを、良しとするか悪しとするかっていうのはすごく難しい問題で、ただし、過去の経緯を見ると、周期的にその昔良かったツールがだんだん肥大化していく一方、そのツールを美しくコンパクトにまとめ直した別のツールが登場して話題になるっていう流れもあると思います。で、それはデベロッパーコミュニティというものを、ぐるぐる回すというかの新陳代謝にも役に立つと思いますし、さまざまな人がそのオープンソフトウェアの開発に関わる、オープンソフトウェアっていうのは新しいソフトウェアが出てきたときが一番コアコミッターになりやすいチャンスなので、新しい話題になっているソフトウェアが出てきたときっていうのはそのソフトウェアのコアコミッター中心の開発者になる一番のチャンスなんですね。そういう機会がそういうソフトウェアの新陳代謝によって現れるということも、一部の否定できない事実で、それは言ってはあれですけど、プラスコミュニティデベロッパーコミュニティ全体にとってはプラスの面だと思うので、そういった側面はもう諦めてそのソフトウェアの新陳代謝に任せる、あるいは、10年スパンではソフトウェアというのは入れ替わるよねっていうことに関して、を肯定的に受け入れるっていうのは一つの回答なのかなと思います。一つのソフトウェアを無理にきちんときれいに保つというよりは、全体として、コミュニティ全体が使っているツールをきれいに美しく新しくメンテナンスされたものに保つということですね。そのソフトウェア一つのものにはこだわらないというのも、それはそれで一つの回答なのかなというのが今の僕の考えです。ありがとうございます。時間が来てしまうので質問は以上とさせていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして本日のセッションは終了となります。今日、明日、明後日と約し、続いてまいりますので、ぜひまた明日お会いいたしましょう。本日はどうもありがとうございました。